元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記です。こんばんは。今日は10月1日、日曜日のチラ見銘柄のお時間でございます。ね。ちょっとね、冒頭にですね、これね、証券コードの A 文字組み入れっていうのを見つけたんで、皆さんにご紹介ですね。なんか2024年1月から証券コードに A 文字が入るそうです。既存の証券コードは変わりませんって書いてますね。だからそれ以外のものでしょうかね。これから上場するやつですよね。まあ、現在のコードはま、4桁、数字4桁ですね。なんかね、足らなくなるみたいなんですよ。なので、まあ、A 文字が入った投資家が2024年1月以降に新規上場の承認が発表された上場株式等の発注でコードを使う場合は、数字のほか A 文字も入ったコードを使用することになるというようなことみたいですね。まあ、それ以前に、まあ、すでに設定されているコードが変更されることはないと。数値のみのコードのままだということなんですけど、なんか変わったね。感じが、ここから出てきますよね。今これ9、例えば9809とかなってるんですけど、これがね、新規上場の場合、130A とかね。これね、ここ、末尾だけじゃなくて、真ん中にも、A 文字を入れるっていうことになってるみたいですよ。まあ、電話番号が足らなくなったって感じですよね。言ってみりゃね。なので、この 987A とかね、9A76 とか、9A7A とか、こういうような感じにね。まあ、この大文字なんですけど、まあね、なんか、19文字、B と E と I と O と Q と V と Z を除くらしいですね。2とかと間違うからですかね。だから B は8と間違うでしょ。だから、この、まあ、ここ、間違い、数字と間違いそうなやつは、まあ、除くんでしょうね。で、これを除いたら、アラベットね、1、2、3、4、5、6、7。ありますからね。26文字から7引くと19文字になりますよね。からまあ、19文字を使用するというようなことに なるみたいですね。ちょっと、知らない方にね、ちょっとお知らせということで、まあ、こう、変わったやつが出てくるということでございますよ。これからね。来年からですよ。ね、ちょっとギョッとしますよね。なんか、130A とかね。ということがあります。でですね、今日見る銘柄っていうのはですね、まあ、ほんとチラッと見るだけなんですけど、クアザワホールディングスですね。それから、サンコーテクノ、それと、三和床工業ですね。それから、ダブルスタンダード、それから、ゲンダか。どっちかわかりませんけど、まあ、その5銘柄見るんですけど、まあ、ちょっとね、もう、ややこしいやつから先にね、もうちょっとこれはもう全く投資する気がないなって。これね。これなんですけどね。2301円で、で、PR22.5倍で PBR4.69倍ね。信用倍率がね、4130倍あるんですよ。で、どのくらいあるかって言ったら123万株の改ざんがあるんですよね。すごいっしょ。ですね。まあ当然これ空売りもね、入ってますよね、きっとね。9166ね、ちょっと見てみましょうか。これね。現代なんですけど。モルスターがね、UBS も入ったんですけど、これはまあちょっと抜けてますよね。で、多分モルスターだけが残ってるんですよ。まあ30万株ぐらいね、まだね、ショートをしてるんですよね。まだ下があるということですかね。それで、ですね、これですね、チャート見るとですね、こんな感じなんですよね。なんかね、これ、上場するときに、1株を400株に分割したみたいなんですよね。それで、一番安値は1606円まで行ってますよね。まあ、この辺でまあ変えてればね、全然問題ないかなと思うんですけど、ここでトップで買うとなかなか大変ですよね。3285円ね。これでも今こうわーっと来てね、この辺にね、いるんですよ。まあそんな株なんですよね。で、これちょっとニュース見ますと、ですね、ここ、そもそも論としてこの、あれですね、こうウィキでね、見ますとですね、アジェンダっていうんですね、ジェンダ。ね。港区に本社あるみたいですね。で、アーケードゲームね。まあ、こういうやつです。こういうやつね。それから、のレンタルとかですね。まあ、ゲーム機のレンタルですね。と、オンラインクレーンゲーム。こういうのを手掛けてる会社らしいんですよ。それで、自分とこでもですね、遊戯施設ね。義語でしたっけ義語ね。義語ね。ゲーセンをですね、なんかあれですね、セガから買ったんですかね、これね。そうみたいなんですよね。それで2020年にね、セガグループからセガエンターテインメント株式 85.1% を取得したんですね。それでこれを連結子会社化してですね、で、ゲンダーセガエンターテインメントっていうふうに名前変えたみたいなんですけど、まあ全部結局は取得して、それに伴って会社名もですね、株式会社、ジェンダー、ギゴ、ギゴですかね、ギゴですよね、エンターテインメントに変更して、まあ、展開するすべてのゲーセンですね。これも3月以降ですよ。
だから2022年の3月以降ですよね。全部ギーゴっていうブランドに置き換えたみたいなんですよ。それでまあ、あとなんか、アメリカではあれですね。バンダイナムコね。これのなんか、パックマンの、パックマンエンターテインメントとかいうのを、これ買収してるんですよね。それで、それとあとなんだっけ、ラウンドワン、そうですね。ラウンドワンとの合弁で、キドルトンインクっていうのをね、まあ、合弁でやってて、それで子供向けの遊戯施設を運営してるっていうことなんですよね。まあ、あと、あれですね、オンラインのクレーンゲームね、リフトルですか？ね、オンラインでやるんでしょ？ね、だからあれですね、現物がこうね、手に入る、普通の、物理的なオンラインゲーム、クレーンゲームではないわけですね。で、これですね、この人、片岡、この方はですね、慶応大学出てですね、経済学部。で、ジャスコに入ってるんですよね。これでイオンファンタジーね、ジャスコの子会社ですよ。で、ジャスコにはもう、どこでもイオンにはイオンファンタジー、ゲーセンコーナーあるでしょ？まあ、あれですね。で、まあ、なんか一応この人が成功に導いたみたいな話になってて、それでですね、この片岡会長ね、で、この片岡会長がですね、いつですか、2018年ね、プライベートエキティファンドの株式会社ミダスキャピタルから出資を受けて、ミダスエンターテインメントっていうのを設立したみたいなんですよ。で、まあ今のこの現場ね、まあ上場をね、最近やってんですよ。7月にね、上場してますね。まあ上場したてのやつをですね、お買い上げになってる、まあ視聴者さんきっといるんだろうなというふうにも思うんですけど、まあね、サイトはまあこんな感じなんですけどね。とにかくもうどんどん店舗展開をね、今256店舗で、まああれこれね、買収も M&A もやってね、ブイブイ言わしてんですよ、ブイブイ。展開進捗にポーズが。もうビューでしょ。ビューなんですよね。いや、すごいっちゃすごいんですよ。プラレールとかね。リカちゃんハウスとか。メインエントランス、こうね。こうギーゴって書いてるでしょ。まあ、わかるんですけど。それでですね、まあ、ただこのね、株価がね、気に入らないですよ、2300円って。まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけど。時価総額も結構ありますもんね、789億ね。で、ですね、これ。直近ですね。これちょっとね、比較できないから分かんないんですよね。で、いっぱい買収してるでしょ。こうダイナモアミューズメント。これをまあ株式取得したり。あとですね、これはいつですかね。9月8日ね。もうとにかくガンガン M&A をね。たまに M&A と新規出店ですよね。もう狂ったようにやってるんですよ。レモネードレモニカの株式も取得してるんですよ。これ何の会社ですかね。レモネードレモニカ。石川県の金沢市ですね。うん、やっぱ、なんかあれですね。レモネードの会社ですね。レモネード売るんすかね、まあ、よくわからないですけども、なんかこういうふうなことをやってるんですよ。それでもってですね、まあ、一応ですね、これちょっと訂正情報を読むと、とにかくまあ、推し活の専門ショップやってみたりですね。まあ、とにかくもうイケイケどんどんなんですよ。すごいんですよ。まあよくわかんないですけどね。まあとにかく今ちょっと、私ね、ミニ株しかやらない。金額のね、絶対金額の小さなね、株価のね、ものしか買わないですよね。だからまあちょっとね、あまりこう、まともにこう、じっくりね、見ようという気がないんですけどね。なんかね、これ中国にね、出店してんですよ、この状況下で。おかしくないっすか？なんか。捕まらないですかね？この人、片岡さん。でもなんか、あれですよね、社長さんが、これはですよね、シン・マイさんとかいう、これはベリーかなんかのね、なんか、モデルもやった人なんですよ。きっと別品さんなんでしょうけど、これ中国の方ですよね、きっとね。なので中国行くのかなとも思うんですけど、これ見るとですね、まあ これ第2四半期ですね、9月8日に出た決算ですけど、まあ前年がわかんないですよね。まあないですよね。まあ27億ね、営業利益出てますし、62円の一株当たり利益なんで、まあ結構すごいですよ。だけどまあ配当はないと。で、通期の計画が営業利益43億ですよね。1.3% 増なんですよね。なので、まあ、これね、まあ、第二四半期で27億だと、これは行くんじゃないですかね。というふうに思うんですよ。ただ、これね、ちょっと今買えと言われてもですね、ちょっとね、私は警戒モードに入っておりますので、ね。なので、まあ、ちょっと、いらんかなと思うんですよね。伸びると思いますよ。うん。ですけど、その今のね、ちょっと私の考え方ですね。まぁ、ちょっとね、
ちょっと私の考え方をね、いまいち理解していただけない視聴者さん結構いらっしゃって、相変わらず値下株が来るんですよね。でしかも IPO したてのこういう会社っていうのはですね、もうどうなるかわからんのですよね。なんで、まあ、パッと見に良さげじゃないですか。で、M&A って失敗する場合もあるんですよ。ただね。だけどまあ、うん。いらないですね、私はね。それから次ですね。次もね、すごいっすよ。これ三和油価っていう工業って言うんですけど、ここは3050円です。でね、9.1 倍で、PR ね。PBR 1.17 倍で、まあ、まあ割安まではいかないですけど、まあまあですよね。ぼちぼち。なんですけど、これですね。四六月期ね、24% の減益着地なんですよ。経常利益ね。4.2 億円ね。だいたい、まあ、あまり大したことないですけど、まあ、営業利益率も下がってんですよね。12% から 10% にね。まあ、あんまりちょっと、調子良くないですよね。それで、まあ、これ、三和油価さんっていうのは、産廃関係ですね。リユースとか。そういうのやってんですよね。リユース、リサイクル事業所、廃棄物の処分業ね。から、化学品や自動車関連事業もやってるし、あとエンジニアリングもやってると。まあ、こんなような、まあ、まあ、あれでしょう、社会のために役に立つ仕事をお帰りになってるというところはね、好ましいと思います。まあ、ホームページもね、まあまあです。なかなかね。ただね、まあ、ぼちぼちですね。なんですけどね。だけど、まあ、ちょっと現役はいただけないなというふうに、まあ、思うんですよね。で、これが、三和油価さんのね、8月9日の、まあ、第一四半期の決算短信なんですけど、マイナス 24.4 でしょ営業利益。まあ、これはね、まあ、持ってらっしゃるんですかねひょっとしたら。そうかもしれないですね。まあ、持ってらっしゃるんだとしたら、まあ、こんなところで持ってたら、きついですよね。このピューッと出たやつは何ですかねどっかが、抜けたんですかね格付けでもないな。なんですかねあれ気になりますね。いつでしたっけ一回見てみようかな。9月27日。すごいですね、これ。利回りでもよかったんですかね。9月27日って、配当権利落ち日ですよね。権利月日の最終日ですよね。そうすると、でもこれ半期の配当って示されてないですよね。なんか気色悪いですね。意味不明。第一四半期こうなのにね。よくわかんないですよね。まあ、有利子負債は 0.53 なんで、まあ、大したことないですよ。77億の剰余金持ってますね。だから、フェアバリュー2546円ですから、まあ、こっからしても、まあ、結構高いかな、というふうには思うんですよね。まあ、こう、これも上場して、まなしですね。2022年に上場してますよね。それで、155億、173億、180億。まあ、ちょっとずつですけど、まあ、前進するというような、まあ、イメージですかね。で、ここね、すごいんですよ。一株当たりの利益が300円台。ね。これはですね、なんでかっていうとですね、株数が少ないですよね。431万株。だけしかないんですよ。そうするとですね、これ売るにしても買うにしてもですね、こんなに株数が少ないとですね、やっぱ、出来高もまあ、そんなにいかないし、まあ、値動きは結構荒くなるんじゃないですかね。そんなふうに思うんですよね。で、なんでこんな難しい株をわざわざね、選ばなきゃいけないのかという。社会の役に立ってることは、もう認めます。なんかね、これ決算短信見ると、なんか書いてるんですけど、これリユースね。再資源化に対する、まあ、社会的ニーズってありますよね。で、サーキュラーエコノミーとか言ってますよね。これでまあなんか、そこでまあ有機溶剤とかね、リン酸及び希少金属等のなんかマテリアルリサイクル推進そういうことやってるんですよ。で、資源価格がね、と、まあ各種コストまあまあ、電気使いますからね。で、価格転嫁を進めてきたんですよね。で、再生製品の販売価格はですね、上昇した一方で、半導体業界の一部で顧客の工場稼働が低迷していることから取引数量が、取扱い数量が減少したと。その結果ね、売上がですね、7億2800万の 10.7% 減と。それからリサイクルの方ですね。で、こっちはですね、何のリサイクルって東西に工場があるんですよね。どこやった茨城県と、それからあれですね、和歌山県。茨城県は稲敷市ですね。常陽銀行と取引あるかもしれないですね。よくわかんないですけど。と、3は南海リサイクルって、これ和歌山ですね。っていう、まあ2カ所あるんですよね。そこで何やってるかって、廃油それから廃酸ね。それから廃アルカリ。
こういうのの液体廃棄物ですね。それから、おでね、汚れた泥ですね。それから、ハイプラスチックですね。こういうののですね、固定廃棄物のいずれも取り扱って、まあ、リサイクルをしてるんですよ。ただ大事な仕事なんですよ。で、売上高13億で、10.8% 増ですよね。売上はまあこれいいんでしょう。で、化学品ね、っていうのもやってて、なんか、電池向けのまあ製品ですね。これをやってるんですね。で、売上高11億円ですね。で、これも3割減してますね。それから自動車向けの、何ですかね。金属加工油とか、潤滑油まあ、こういうのを売ったりね。でもなんか伸び悩んでるらしいですね。在庫が積み上がってると。で、売価への価格転嫁が進んだことに加え、顧客工場の生産ライン開発に伴う設備の撤去、移設とか清掃作業ですね。まあ、こういった新たなニーズを掴んでですね、頑張ってると。で、まあ、6億4800万で 8.4% 増ってことですね。あと PCB ね、これ問題ですよね。で、これはですね、なんか、特別措置法ってあるんですね。で、2027年の処理期限っていうのがあるみたいなんですよね。で、これ向けてですね、市場が縮小していくことが見込まれて、だから PCB ってもう使っちゃいけない感じですかね。で、適切に処理を進めるためのソリューション提供を通じて、顧客の信頼を獲得してると。で、他の事業での取引を展開していく活動に注目。まあ、だから、ここの事業部門はちょっと厳しそうですね、今後ね。売上高が1億8500万ですね。まあ、大したことないですけどね。まあ、っていうような、まあね、大事なお仕事やってるんです。ね。リサイクルね。まあ、いいと思うんですけど。しかしね、やっぱりね、ちょっとこの株主に優しくないでしょ。利回りは示してないしね。もう配当示さないんですよね。で、こういう会社はね、やっぱね、ダメだと僕は思うんですよね。ダメでしょ株価。株価高いし。いらないです。はい。それとですね、はい。ダブルスタンダードですね。これはですね、どういう会社かっていうとですね、まあ、こういう企業向けのビッグデータ活用、業務改善支援、ネット上のデータ加工技術に強みがあるということで、まあね、利益率高いですよ。77億の売上で、23億出る予想なんですよね。経常利益は。すごいですよね。で、127円の一株利益、一株配当は55円ということですね。まあ、一応これ、そうですね、売上も2桁、経常利益も2桁。まあまあ、グロースのね、条件を、まあ満たしてると言えんこともないですけど、何しろね、PR が 13.2 倍で、PBR 5.42 倍でしょ。まあ利回りはありますけど、ではね、やっぱりね、今のね、マーケット環境の中ではね、絶対手出しちゃいけないと私は思うんですよ。私がですよ。投資しないよと。でも、これすごいですよ、これ。ここ、って下げて、ここで呼吸が一回止まって。で、翌日、またボーンと下げて1292円まで掘ってるんですよね。ここで持ってらしたらいいんじゃないですか。ね。1733円まで戻してます。あ、今日、元1688円まで行ってますからね。と思うんですけどね。私はまあ、全然いらないですよね。だからまあ、あんまりね、ちょっと見る気がしないんですけど。まあ、要するにこんな感じです。ですね、なんかデータクレンジング技術とかいうのが あるんですよ。データクレンジング技術。どんなクレンジングやねんって。だね。まあ、化粧をクレンジングオイルみたいな。化粧を取るようなね。あとデータクレンジングっていうのはですね、破損したデータですね。それから不正確なデータ。無関係のデータを特定して解決する手法を指すらしいです。まあ、綺麗にするってことですね。で、データ処理におけるこの重要な段階はデータスクラビング、またはデータクリーニングとも呼ばれ、企業データの一貫性、信頼性、価値向上させますと言ってますね。だからこれまあ、これも重要なお仕事です。で、ここはまあ技術を結構持ってて、いいお客さん抱えてると思いますよ。だって、公的な個人認証とかこういうのやってますからね。それから、あとデータクレンジング、これデータ活用関連ですよね。で、こう不正アクセスのまあ対策とか、そういうことやってるんで、まあこれ技術力もすごい高いんじゃないですかね。そんな風に思うんですけどね。まあなんか、あらゆる業界に対応できる可能で、で、月間処理件数1億データ超と、対応データセット数1000項目超。要するに活用できないデータを活用できるデータに、まあ、するっていうことですよね。活用できないデータってありますよね。欠損情報補充とかね。なんかこう、内容性とかね、そういうのあるじゃないですか。まあ、そういうのをね、やるんですよ。導入事例見てみましょうか。導入事例って、具体的なね、あれですよね、企業名は示されてないですけど、不動産業界とか、金融業界、それから製造業界ね、人材業界ね、それから物流、
まあ、もうほぼほぼ旅行宿泊、ほぼほぼやってますね。医療関係とか観光庁、小売ね、マスコミ。だからまあ、いいんじゃないですか。これ、低いところでね、持ってらっしゃるんであればですよ。まあ、別に、いいかなと思いますけど、このね、バリエーションで、そのミックスケースで、私が買うかというと、まあ絶対買わないですね。今の時代だから特にですよね。ということなんですよ。そういうものが多いんですよね。なので、まあこれは無視ですね。で、次ですね。参考テックのね、これ微妙なんですけどね。これはね、すごいミックスケース低いです。PR6 で、PBR0.62 倍でしょ。まあ利回りがちょっとね、2.64 しかないんですけど、まあ66。これ3.72ぐらいですもんね。だからまあ相当割安であることはまあ間違いないでしょう。で、しかもですね、これ8月4日に、4、6月期の第1クォーターですね、最終に、利益ね、2.2 倍増益で着地という、まあ非常に好意的なコメントをですね、株単が出してるんですね。で、この参考テクノさんっていうのはまあ何の会社かっていうとですね、これはですね、コンクリート用の特殊ネジの最大手なんですよね。これね、前も見たことあると思うんですよ。かなり前なんですけどね。それから、後施工ね。要するに、後でね。まあ、こう、アンカーですね。引っ掛けるやつですよね。そういうものですね。これで首位らしいですよ。機能材事業にも独自技術力があるということで。これは、まあ、そうですね。もっと株価低かったと思うんですけどね。まあ、こういう、ホームページなんですけどね。まあ、その事業案内というと、まあ、こういうふうな感じで。ファスニングっていうのは、これあれですね。先ほど言ったコンクリートにね、こうやってネジでこう止めるやつですね。で、それ絶対必要でしょ？金属をこう止めたりね。そういうことが必要なんで、こういうふうにね。で、これね、まあ、独自の技術を持ってて、まあ、ここのが使われるみたいなんですよ。まあ、それはいいんですけど、一応ですね、まあ、売上自体も、まあ、ずっと伸びてってですよ。187、206、210億ってね。だけど、まあ、伸びが足らんのですよね。いまいちね。で、ここね、いきなりこう、16億6000万みたいな最終利益になってる理由ですね。あんま出来高もないですよね。4600株ってね。これはもう売るとき売れないっすよ。本当大変ですよ、これ。これはきついっすよね。だから逆に言うとこれってもうなんか下がるときはすごい下がるんじゃないですかね。うん。なんかもう板にね、100、100、100、200とか、そういう感じ。こっちも100、100、100、300とか、そんな感じですよ。多分ね、腕ほとんど動かないみたいなね。そういう感じじゃないかなと思って。だから売るときはもうね、もう相当ブワーッとこう下げて、売らざるを得ない。ちょっと見てみましょうか。結構もう上がってますね。これね。で、こう今ね、こう利確して落ちてきてるんですよね。というふうに思うんですよ。それで、なんで、じゃああれが利益が出てるかっていうとですね、これなんですよね。8月4日に同じくですね、決算と同時にですね、負ののれんの、まあ、駅の、発生駅ね。これ会社を買収しますでしょう。そうしたときにですね、買収したその、まあ、金額ですね。それに対して相手のですね、まあ、資産なり、まあ、純資産なりっていうものとのですね、差分ですね。で、実際その出した金額よりも、実はその、資産がね、超過してたと、資産超であるという場合ですね、この負ののれんっていうのはね、利益として、損益計算書にですね、特別利益として乗っかるんですよね。で、そこがですね、その新興ナイロン株式会社っていう、この会社をですね、まあ取得してるんですね、4月にね。それで、あと、株式会社紅葉っていうね、これもなんか全株式を取得してると。で、連結交差したと。そうするとですね、これが2億9900万円の特別利益になったということなんですよね。だから、これをですね、見ますとですね、売上も営業利益も経常利益も変わってないんですけど、純利益だけね、この経常利益と純利益の間に特別利益入るんで、これが5億8500万の前回発表から8億8400万ということで2億9900万円分上振れてるんですよね。なので、通期もですね、まあ修正しなきゃいけないですよね。それが13億6000万の、まあ、純利益から16億5900万ということになったんですよ。だから210円の、まあ、時純利益出るような、降参になってるんですけど、でもこれ実態としてはですね、この2億9900万は、まあ一時的なものなんで、まあ来期ね、またそういう負ののれんの発生益あるかどうかわからないじゃないですか。この負ののれんの発生益でですね、ずっと利益をね、かさ上げしてきたのが、ライザップの、瀬戸ちゃんなんですよ。北九州の暴れん坊ね。ね。で、まあ、ここで利益出すね、これ、負ののれんね。
だから、会社を、特に上場会社ね、これがもう PBR が 0.3 とかね、純資産、割れしてね、なってる銘柄があるじゃないですか。ああいうのを買収してしまうと、負ののれんが出るんですよ、安全が。それで、だけど、その後今度苦しむんですよね。そこ儲からないですから。儲からないからや、あれですよね、PBR が1倍をはるかに割れてるという状態なんですよね。ですけど、まあ、サンゴテクノさんは、まあ、全然、まあ、その違う理由でね、なんかまあ、事業強化しようということで買収したんだと思うんですよね。だからまあ、これはですね、まあ、正直言って、事業も割と手堅いんですよね。で、まあ、こう予想もね、こう、すごい、あれですよね、営業利益なんかマイナスで見てますよね。1.4% ですけどね。ほとんどなんかもう、成長止まってますみたいな。で、ここの純利益のところだけ上振れましたみたいな。そんな感じですね。だけど、これ第一四半期だけで見ると、売上は 12% 増えてるし、営業利益は 11% も増えてるんですよね。なので、まあ、ひょっとしたらこれは、その今後ですね、上がってくる局面があるかもしれないな、というふうに思うんですよね。第二四半期も、なんかこう、見てると悪くないじゃないですかね。なんでもね、首位っていうのはね、いいんですよ。ね、そっから買うしかないですからね。ですけど、まあ今ね、要するに、バーンとこう上がってきた分のですね、まあ、信用の買いだとか、それがまあやっぱ、あまりできないですから、ものすごく、信用買いをですね、解消しようとするとですね、多分信用があるでしょ、これ。ありますよね。10万株ね、これ10万株大変ですよ、砂漠の。だって、1日4600株しかできない。それはもう、お金に変えようと思ったらもう、それはもうね、もう、成り行きでね、ダーッと売っていくしかないんですよね。だから難しいっすよ、これ買ってもね、その後が。そういうようなね、株なんですよね。だけど、これはね、株式分割とかやった方がいいっすよね。で、東証がもう極力株式分割やれって言ってますよね。それで、結構なんか、会社数確か、どのくらいですかね。20社だか25社だか。なんか10月1日、じゃない、2日付になりますかね。それで株式分割やりますよね。なんでまあね、とにかく買いやすいように してよという話ですよね。とにかくまあ、とんでもない値下がりますからね。あれだとね、なかなかね、新ニーサに対応できないんですよね。だからまあ、単元株100株、まあそっちをこっちを下げてもいいんですよね。1株にしてもいいんですけどね。で、そうするとですね、実はダブルの問題があってですね、まあ、一株にこれ仮にするとするじゃないですか。とまあ、そうするとですね、まあ、株主数が増えますよね。で、株主数が増えるとどうなるかっていうと、事務手数料がすごいかかるんですよ。あれでしょ、お金も振り込まなきゃいけないわけでしょ要するに、配当金ね。それから、まあ、電子で全部やれば、ま、問題ないと思うんですけど、今大体郵送できますよね。総会の招集通知とか。で、中間はま、中間でね、なんか、業績の、うんたらかんたらっちゅうのを、やっぱり送んなきゃいけないじゃないですか。そうするとね、ものすごくお金かかるんですよね。まあ、それを受ける方は、まあ、仕事として受ける方は、それはありがたいんですけど、株主が増えますから、確実に。だから、まあ、企業はあんまりね、やりたがらないんですよね。コストアップ要因になると。ね。ということでね。まあ、だけど、まあ、東証さんがもっちょね、強力にこう言わないとね、なかなか難しいですよね。なので、この参考テクノはですね、まあ、私、こう、印つけてるぐらいなんで、まあ、一応ずっと見てるんですよ。でも、やっぱね、ちょっとね、4600株ね。これはちょっときついっすよね。で、これはまあ、この後ですね、こちらとこがこう、こんななってますから、まあ、こう、そうですね。この辺でね、見てたんですよね。いいんじゃないかなと思って。だけどやっぱ、出来高が少ないんで、もう、こうダメだなと。まあ、株数が少ないってことです。だから、それはそれでね、ちょっとね、まあ問題があるんですよね。ある程度できないとね、1日売買代金600万ってのは、もうちょっとね、ダメっすね。はい。売るに売れないというやつですね。それからですね、最後ですね、桑沢ホールディングスですね。これはね、北海道の会社なんですよね。それで私は北洋銀行に投資してるもんですから、まあ要するに、そこでね、まあ、いろいろ建設関係の、まあ労働者とかね、まあ、いろいろ人口も増えるじゃないですか、千歳、北広島市あたりね。で、まあ、札幌もね、まあ、それなりにね、やっぱ賑わうんじゃないかというような、まあ、話で。それで、まあ、北洋銀行買ってんですけど、でもその関連でですね、北海道の、まあ、要するに、地元のね、これ建材が主力なんですよね。建設資材の、まあ、商社なんですけど。で、まあ、住宅もやってんですよ。で、だからまあ、なんか、それでいいんじゃないかというような、まあ、ことなんですけど、うん、そうですかね。
まあ、582円で。まあ、一応、まあ、安いっちゃ安いんですよね。だから、まあ、一応見とこうとは思ってます。で、13.5 倍の PE で、PE は 0.6 ですね。まあ、だから、まあ、ミックス係数としては、まあ、悪くはないですね。ただ、信用倍率、これ、591倍っていうのは、まあ、17万株程度ですんでね。出来高どうですか、ね、まあ、3万5千株ね。まあ、さばけていけるかなって感じですね。うん、悪くはないですね。でも、結構かなり上がってきてるんですよね。だからやっぱりこの辺でね、本当はやっぱせめてこの432円とか、この辺で買っとかないとダメかなと。もしこの辺でね、持たれてるんだったら、まあ、なんか夢はね、ちょっと見れるんじゃないかなというふうに思いますよね。実際ですね、その、確かに建築需要っていうのは起きると思うんですよ。で、まあこの桑沢さんもね、この第一四半期、71% 増益ということで、経常利益ね。だけど、まあ、わずか7000万なんですよね。4、6月期ね。で、通期はまあ11億なんで、まあ 6.5% しかならないんですけど、まあ、ここはですね、あれなんですよね。季節性が多分あるんですよね。まあ、前期見てみると、4、6月期はまあ、営業マイナスですよね。利益はね。だけど、市地区で、まあ、4、5800万、10、12の、まあ、これは、第3四半期ですかね。で、5億4500万ですね。で、まあ、1、3月期はまた良くないですよね。これ、1、3月期で悪いっていうのは、あれですね。資材の方が結構、先に出るからでしょうね。で、1、3月期に、まあ、建物竣工ってことになりますよね。なので、まあ、この第1四半期からプラスが出てるっていうのは、まあ、去年よりはいい状態だというようなことなんで、まあ、ある意味、目の付けどころとしては悪くはないなと思います。だけど、ここですね、営業利益率ちょっと見ていただくと、まあ、商社なんでしょうがないんですけど、営業利益は 1.9 とか 1.5 とか 1.2 とか、高くても 2.5 とか 2.9 とか、それぐらいしかないんですよ。ただね、基本的には儲からない体質ですね。儲からない体質だから、剰余金、内部留保をしっかり持ってるんですよ。139ね。で、有利子負債倍率は 0.2 倍数。だから借金ないんですよね。だからまあ、いい会社だというふうに思います。971円の、まあ、ジュリーさんでね。だまあ問題はこれ、なんか、これがね、そこまで夢が見れるかどうかはよくわからないですよね。まあ確かに、まあここだけじゃないと思うんですよ。その、まあ、建設資材なので、まあその北海道の、まあその、何て言うんですかね、札幌、千歳、北広島、そのあたりがですよ。まあまあ、非常に建設需要がですね、建築需要も含めてですね、活性化したとしてですよ。じゃあまあ、そんな言うほど上がっていくのかなというのもちょっとあるんですよね。なんでまあ、ちょっと難しいですね、これね。まあ、こう、利益率の低さがね、気になりますよね。で、大株主はこれ太平洋セブンですね。だから太平洋セブンとこれ、減らしていってますよね。で、まあ、石膏ボードの吉野石膏とかね。あと、リクシル。まあ、これ、サッシとかですよね。で、北洋銀行も株主で、当然いますよね。まあ、なんですけど、まあ、あんまり食欲が湧かないんですよ。ね。ですね。なんか、こう、ビューっていうのが見えるかどうか。まあ、ひょっとしたらあるかもしれないんですけど、71% 増益って言っても、まあね。何しろね、数千万円ですからね、どうなるかわかんないですよね。まあ、ラピダス関連で人気だって言ってますよね。だからもうこれ織り込まれてますよね。ラピダス関連の銘柄としても。で、織り込まれて、まあ、これっていうことですよね。まあ、わかんないですね。まあ、今期の経常っていうのは、桑沢さん自身がね、2% 増益ぐらいでしか見てないんですよね。なので、やっぱ、ちょっとね、苦しいといえば苦しいですね。まあこれ株価こんな状態でまずいんじゃないですかね。株価対策が必要なような気がしますけどね。そういう意味で言うと、まあ太平洋セメントがどんどん売ってくると、まあ、株価は上がらないですよね。まあそんなところがですね、今日のまあちょっとね、銘柄診断でございます。まあ、まあ比較的、でもこれも難しいな。なんかこう、明るくないな、あんまり。ね。まあ、奥ゆかしいかもしれないですけどね。修正履歴、どうかな。よくわかんないですね。まあ、最終利益は基本的には、まあ、上振れて、終わってますけどね。利益率ですね。やっぱ勝者なんで。
で、この売り上げがこう900億円台あったんですよね。それが650億まで減るというね。うん、ここら辺もちょっとね、北海道経済の弱さ、全体の弱さですよね。それはやっぱちょっと感じますね。まあ結構ね、その、まあ北海道ですね、あそこを渡っていくっていうのが、やっぱりちょっとね、まあ商社、まあいるっちゃいるんですよ、確かにね。なんですけど、結構あれじゃないですか、まあその、リクシルとか、そういったところも含めて、直接ね、なんかこう、資材をこう、入れていくような、そういうようなところも、ゼネコンもあるしですね。そういうとこもあるんじゃないかな、というふうに、まあ、ちょっと思いますんで。うん、まあ、これは、うん、まあ、ちょっといいかなと見逃し。上がるかもしれないです、これね。これが一番気になります、ちょっとね。私としてはね。まあ、気になりますけど、私は、まあ、利回り 1.72% の株、今この時点でこれ、いらんかな、と。営業利益率はえらい低いしな、みたいな。そうすると、利益がこう、ビュってならないんですよね。相当売り上げいかないとね。てなようなことで、まあ、本日はね、まあ、終わりたいと思います。元上場会社社長のゆるゆる株式投資日記、いかがだったでしょうか。もしこのチャンネルはですね、まあ、適当でしょなんですけど、とにかく一応皆さんのリクエストは見ることにしてるんですよね。まあ、今日はちょっと、あんまり、ね、ちょっとね、外れ、っていうかね、私自身の投資としてはですよ。投資銘柄として皆さんにはちょっとね、これはいいかなみたいなのはね、ちょっと、なかったですね。すいません。はい。ということで、まあ、面白いなと思われましたらですね、チャンネル登録お願いします。あと、高評価ボタンもお願いしたいと思います。それからですね、メガリクエストはですね、まあ、株価としてはこういう株価でお願いします。ということで、本日も長時間のご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。ではでは。